差し支えなければ今の職業は何をされているか。はい、AV マイスターです。はい、最高です。どうも、ナイツ花輪の自由時間です。今日はね、本当にただフリートークのコーナーなんですけど、クリムッシュの上田さんが自分の中で昔から一番面白いと思ってる芸人は小坂大魔王だという話なんかよく聞いてますけども、まあ、僕にとってのそういう人ですね。芸人ではないんですけど、まあ、僕がもう本当に生きてきた中で一番面白いなっていうずっと思ってたあの後輩を今日は呼んでるので、普段東京に住んでないんですけど東京に来てくれたので呼びたいと思います。コチカツトモくんです。お願いします。はい、どうも、コチカツトモです。よろしくお願いします。はい、まあ、差し支えなければ今の職業は何をされてるんでした。はい、AV マイスターです。はい、最高です。まずやっぱり面白いね。AV マイスター、 AV マイスターって何ですかね。もう AV の良さを語る人、ただただかっこよく言ってんじゃねえかっこよく言ってんじゃねえよ。なんで AV マイスターってよ。まあ、コチ君とは大学の知見の僕の1個下の僕の次の部長です。そうですね。はい、で土屋と同級生でした。土屋と同級でね。うん、まだ今日何の話しようかなと思ってさ。ああ、でも今日せっかく会うんで、はい、いろいろ持ってきたんですよ。じゃあなんか今日はもう昔の大学の時の懐かしい話みたいな感じで。そうですね、まあ、行きましょうか。いや別にあの、うん、いいんですよ。あの花輪さんのところで AV の話してもいいんだったら。いや何でよ。コチ君のチャンネルにも出てますんでね。はい、そっちの方 AV のゲームとかやってますね。はい、AV トークを見たい人は僕の方の、そうですね、あのコチカツチャンネルで。コチカツチャンネル、こっちはちょっと昔の話で。ね、そもそもね、あの、まあ、コチカツトモって名前なんですけど、うん、豚トンプって言って、うん、そのトンプっていう東の風、東の風、それがコチって読むんですけど、うん、はい、それから取ったんですよ、コチカツトモ、コチって、はいはい、でその豚トンプを作ってくれたのが花輪さんなんですよ。覚えてるよ。覚えてます、うん、そのもうすげえ前じゃん。それ豚トンプができた時の資料、証拠が。何を言ってるんですか。証拠って何、どういうこと。このジョーダンリーグのメニュー表、うん、これ昔ジョーダンリーグって言ってシアター D でエレキコミックとかラーメンズとかが一緒に出てて、うんうん、でまあ、そこに僕ら東京指定コンビっていうのもまあここ出ててますけど、うん、これ花輪さん昔、うん、ね、ラカンさんで、ああ俺こっち裏だ。そう、あ、これ貴重だよ。相当貴重でしょ。だからラーメンズ取りですもん。ナイツっていう芸名でやってたんだけど、うんうん、大学の時も、うん、そう、そのなんか知らないけど外でやる時は、うん、ラカンさんっていう名前でやってたのよ。そう、それで小林健太郎さんから言われたんだよ、うん、なんかラカンさんにしなよって言われた。ああ、言われたんですね。そうだからそれでやってたの。それを俺も聞いたんですよ、うん、で東君も東京指定コンビを外でやるときは別の名前にした方がいいよって言われて、うんうん、11番目に付け加えたのが豚トンプなんですよ。これ誰が付け加えたの。花輪さんですよ。俺の字だろこれ、うん、出た記念に俺の家の壁に貼ってたんですよ。で俺の家で話してて、すごい、ね、なんかいや東京指定コンビじゃなくて外でやる名前考えたらっつって、で俺 YMO の、 あのトンプが好きだからっつって、これ東だから、東と相方岩本さんが太ってたから豚と東が巻き起こす風で豚トンプだっつって11番目にこれ書き加えて、それがトンプっていうのがコチって呼び方もするから、そう、それが今流れて今のコチカツトモの名前になってるっていう。そうなんだ。そう、あ、それはちょっと知らなかったな。これ覚えてなんか懐かしいね。これとんがりネッシーズとか。本当だやめろよ。なんかお笑い芸人になろうとは思わなかったの。いやー、もうだってもう花輪さんみたいなモンスターがいたんで、うん、もう無理だろうっていう。そんな感じだったの。いや、そうですよ、うん、まあエレキが最初バーンとテレビ出たじゃないですか。まあそうなんですね、在学中とか。もう今田さんが在学中に出てるじゃないですか。俺たちはとってはやついさん今田さんはスター分だもんね。超スター 100% 天下取ると思ってたもんな。そう、すぐ、ほんですぐなんかそのミニスカポリスと共演とか、うん、いたずら電撃隊っていう、ね、一緒に番組出たからね、行ってね、うん、あれ見た時にもういきなりテレビに出てる人がいるみたいな感じで、そうだね、入ってきて、そこからもうだって学生お笑いも3連覇とかそんなのやって、ね、まあ、言ったら俺小松さんがねやっぱ天才の話、まあ、消えた天才小松さん広志ね、この YouTube でもやりましたけども、ね、うん、はい、でももう小松さんが一番すごすぎて、まあ、あの人も本当志村けんになる人だと思ったんで、俺も思ってたよ。
うん、絶対プロになると思ってたからね、うん、あの人見たら自分なんて、はい、だけど、うん、やっぱり今この年になってもう20何年芸人やってるじゃん、うん、やっぱり多分大学生なんだよ俺たちまだレベルが、うん、だから今見るとやっぱり大学生の時の、うん、あの空気とかのそういうやつでめちゃくちゃ面白くなってるだけで、うん、やっぱ意外にそういうのでもないんだよ、うん、だからなんか大学生芸人っていうのアメトークでやった時に俺はゲストで呼ばれたんだけど、うん、そのこっちにひな壇にみんな座ってるわけ、うん、で花子の岡部なんかがさ、うん、敵なしだったの大学生の漫才やってて、うん、なんかわかんないけどそれで見たらさ、うん、面白くないね俺からしたらなんかでもやっぱり大学の当時のなんかその空気でやっぱ天才漫才みたいになって言われてんだけど、うん、やっぱり そんなでもないんだよ。だからおそらくそういうこと形だったんじゃないかなと、うん、小松さんとか、うん、だから小松さんがもしその本当プロ行ってどのぐらいまで通用するかは分からないけど、うん、今のままだったらそれは難しいよね、うん、とは思った。そんなにやっぱ甘いもんじゃないからさ。いやでもそれを俺痛感したのは花輪さんでしたね、うんうん、いやもう俺も花輪さんもだからその、まあ、エレキとかね、うん、小松さんとかの中の巨頭の中に入ってるわけですよ、うん、花輪さんが、うん、だからそのボス何人かいた中で誰選ぶかってなった時に、うん、花輪さん選んだんで俺は、うん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 、でもそからだって売れるまで2008年ぐらいまでそうですよかかったじゃないですか。もちろんです。それはで俺、まあ、その一回花輪さんの家練馬のとこ2004年ぐらいの時に遊びに行って一緒にご飯食べに行くかって花輪さんから言われて言ったんですけど、やっぱ後輩におごらなきゃいけないみたいな、そのお笑い芸人だから全く仕事ない一番金ない時だよね。そうですね、うん、でまあ、言ったら俺の方がまだ働いてたから金があったんだけど、花輪さんが一緒にラーメン食いに行こうって言ってラーメン食いに行って、うんで財布開けて、うん、すげえなんか困った顔して500円しか出せないけどごめんなって言って500円置いてくれたんですよ、うん、涙こらえるの必死でしたもん。一杯のかけそばみたいな味だ。そう安いラーメン頼んだから、うん、そのな俺もちょっと安いの頼まなきゃなと思ってなかったの、うん、そう。あ、じゃあギリギリ食えたってこと。いやあのちょっとオーバーしてたんですよ足りなかったんだ、うん、500円分しか出せなかった。だからほんとギリ500円ぐらいです。最悪だねその時代。そう、そう、俺だからあんだけクソ面白い花輪さんがこんなに売れねえんだと思って、それはだから俺その時にああ芸人になんなくてよかったって。そんなやつはいっぱいいるんだよ、うん、自分にとってめちゃくちゃ面白いけど、うん、みんな人は多分いっぱいいるんだと思うよ、うん、だから普段面白くても、うん、それは漫才になるとまた違うじゃん。そうですね、表現の仕方とかさ、うん、それはまああの土屋と7年かけてやっと親子漫才ができてみたいな、そうですね、ところになるまではそれはもう形がないからね、うん、あ難しかったよね。やっぱり土屋も土屋で俺よりはお笑いの芸歴は少ないって急にコンビ組んじゃったからね、うん、どっちかっていうとおちけもあいつ途中で入ってきてる3年からですもんね。ねえ、うん、だからやっぱり初め大変だったと思うけどね、うんうん、そっからだから、まあ、よく6、7年でねうまくなったんじゃないかなと思ったけど、ツッチーはねびっくりしましたね。だってツッチーが一番ありえない選択肢でしたから ね、まあ、ね相方の中で、まあ、いっぱいいたじゃないですか、うん、他にも、うんうんね、まあそれ俺は何人かに断られたっていうのもあるんだけど、うん、ありえないほど声かけないことではなかったよ。やっぱ落研の合同ライブとかやっても、うんうん、足りない時にあいつ入れたりしてるでしょ、うん、だからなんかやっぱりそつなくこなすでしょ。そう俺らの仲間でもアイドル的な存在だったじゃないですか、うん、ツッチーってあいつアイドル的な存在ホッとするいたらホッとするっていうか、まあ、あん中で女の子誰って言われたらツッチーだじゃないですか、うんうん多分そうだろうね、うん、すごい伸びしろでコンビ組んだんじゃない。3年生の時から土屋入部してる時の、そうですね、あのこなし方ってすごかったじゃん、うん、だから芸人になっての伸びしろって絶対あるじゃん、うん、多分他の人とか組んでもそこまで多分伸びしろっていうのは多分なかったんじゃないかな、うん、俺唯一の自慢が、うん、俺は花輪さんにその大会で勝ち越してるんですよ。何の大会？だから花輪さんと一緒になんか横浜でアットお笑いチャレンジャーっていうのがあるじゃないですか、うんうんうん、あれ花輪さんも出たじゃないですか、うんうん、でまだだからツッチーと組む前、うんうんうん、俺は普通に豚トンプで出たんですよ。だからその外部だから、うんうん、やった時に同じライブで俺が優勝したんですよ豚トンプが。あ、そうだっけ。その時にあの審査員だったラーメンズの小林さんに、うんうん、君の時代は10年後に来るよって言われて、うん、その10年後に AV ライターになったんですよ鉄板トークじゃん、いつも。これ鉄板トーク。鉄板トーク。花輪さんを倒して、あの小林さんに認められてっていう。倒したっていうこと、大会、大会者ねえだろ、別にそんな素人の。俺の中で唯一、うん、だからその勝ち逃げ、もう、当たり前ですよ。今はもう M1 審査員なんで、うん、戦う気も受けないですよ。
うん、そう。そう。じゃあまだ勝ててないってことだね。だって AV の世界でも勝ててないしさ。そうですね。俺のテリトリーに入ってきたらもう勝てないですよ。そう、AV の世界で勝つしかないな、僕は。もうお笑いで俺勝ってますんで。2つの意味で抜きまくる、抜きまくって。どういうことですか？抜くしかないですね。あそこ抜く。いやいや、ちょっとありがとうございました。もうだいぶ時間、はい、これ一つ怖いのがさ、ちゃんと回ってた。すごく怖いんだけど、それが。確認してもらっていいですか？すごい喋ってたけど。録画されてる？あ、されてますよ、30分。ということで、これをね、うまく編集して10分ぐらいになると思いますんで。ナイツ花輪の10時間、まあ、今日は僕が大好きな後輩の東くんこと、こっちカストモくんがゲストでした。はい。また見てください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。